象情報です。明日は梅雨前線が北陸付近まで北上するでしょう。広い範囲で大気の状態が不安定になりそうです。沖縄です。晴れますが、にわか雨がありそうです。九州です。非常に激しい雨の降る恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。中国と四国です。明け方まで激しい雨の降るところがあるでしょう。近畿です。断続的に雨が降り、朝まで激しく降るところがありそうです。東海と北陸三県です。各地とも雨が降り、激しく降るところがあるでしょう。